皆さん、今日は剣道人口を増やすチラシのデータをプレゼントします。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか。もう今日は剣道人口をこれから増やしていくっていう話を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いや、宇賀さんね、このコロナの間にね、この辺も剣道人口が減ってしまって、あの隣の中学なんかね、廃部になっちゃいましたよ、どこ行っても今聞かれると思います。ただ僕はまだまだ諦めていません。今日のこの動画では、これから剣道人口を増やしていくために、他のスポーツのその勧誘活動っていうのかな、それを参考にしたり、実際剣道業界ですごくうまくいってる方法、僕これ聞きましたんで、ご紹介させてもらいたいと思います。今回の動画は2本立てになります。1本目、この動画の中ではチラシであるとか、剣道体験会であるとか、そして後半の動画、2本目の動画では、今の時代やっぱりね、 SNS なんですよ。 YouTube、Instagram、Facebook お話ししていきたいと思います。皆さんの力が必要です。こうすればうまくいった、ああすればうまくいったっていう方法を、よければコメント欄で教えてください。どんな小さなことでも大丈夫です。みんなでね、こう剣道界が盛り上がればと思います。僕は住んでる町では、市が武道体験教室っていうのをね、年に1回やってくれるんです。で、3部構成になってて、1時間目は少林寺拳法で、2時間目は柔道、3時間目が剣道ってなってるんですね。幼稚園から小学生まで40人ぐらい来ます。40人ぐらい来て、体験教室をそれぞれやって、で、帰り際には、はい、お菓子あげるよ、そしてお母さん方にもゴミ袋をあげるんです。これゴミ袋はこういうの一番助かるんですよね、とか言いながらあげて、はい、さようなら、また入ってくださいって言って、何人入ると思いますか。ね、前回やった時はね、0人でした。現実はそんなもん、厳しすぎるんです。そんな中ですね、多分3、4年前にある方と お電話で話してたら、その方の所属する道場は無料体験会に来て、ほとんど 100% 後から入会するって言うんですよ。で、僕もそんな時期だったんで、なんすかそれって言って、うちはね、宇賀さん、その人集めて困ったことないんですよってなって、いや、羨ましいってなったんですよね。で、しかもその方が言うには、勧誘とか紹介で入るんじゃなくて、自分から子供たちが入りたいって言い出すって言うんですよ。いや、もう教えてくださいですよね。それが今回お話しするこの仕組みで増えるっていうことなんです。じゃあ早速ね、そこの道場がうまくやってる方法をお話したいんですけども、まずこの動画がね、チラシ編ということで、まず最初、前提条件です。チラシの目的を入会ではなくて体験会にしようって話です。これはもう、まず前提条件です。ちょっと見てくださいね。このチラシ、よくあるチラシだと思います。剣士募集、心と体を鍛えよう、裏山剣道教室。これの目的って何かというと、入会なんですよ。ここに電話番号に電話をすると、入会しないといけないです。これは今の時代、さすがにね、敷居が高いです。なかなか電話してくることはないと思います。に対して、こういうチラシだったらどうですか？剣道体験会、何月何日やってます。動きやすい服装で来てください。だとしたら、いきなり入会じゃないですよ。入会するかしないかはもう別の問題です。とにかく体験会に来てくださいってね、こういう、まずはチラシの目的を体験会にしませんかっていうね、これが最初の前提条件です。そうすると、さっきの最初に話したみたいにね、いや、宇賀店長、でもね、さっき40人来て全滅だったじゃないかって話になると思うんですけども、さあ、ここからがその方のすごい方法です。まあね、非常に勇気がいる方法ですけども、自主的に入ってくるそうです。もう僕はびっくりした。そのやり方は、無料体験会に来た子に、来た子が、その子が入会する市内に、関わらずです。関わらず先に竹刀を1本プレゼントするってことなんです。ポイントは入会する竹刀に関わらずです。入会してからじゃなくて、する竹刀どっちでもいいから先に竹刀を1本プレゼントするってことです。これだけでほぼ 100% 自分から入りたいって言ってやってくるそうなんです。まだちょっと待ってですね。言いたいこと分かります。反論もあるの分かりますが、これはね、めちゃくちゃ細かい計算と裏付けがあるので、ちょっとじっくり説明しますね。まず、その市内の費用についてなんですけども、これは、その子が、例えば剣道続けてもらったとしたら、その市内代っていうのは最初の1ヶ月分ぐらいなんで、その長い目で見ると、ちゃんと元は取れる赤字にはならない。ちゃんと計算済み。
なぜこのたった一本の竹刀がここまで効果的かというと、二つの理由があります。一つ目はですね、偏方性の法則っていうのがあって、これは我々人っていうのは、まず先に誰か相手から他人から親切にされると、これお返ししなきゃいけないって感じるんです。これ特に日本人は感じます。これにのっとって入会する前っていうのがポイントなんですよ。ただ無料体験会に行っただけなのに、先に竹刀一本くれた、親切にされた。なのでお返ししなきゃいけないっていう気持ちが芽生えるんです。これ野球で言うとバットとグローブいきなりくれたようなもんじゃないですか。嬉しいじゃないですか。サッカーで言うといきなりサッカーボールくれた、体験会で嬉しいじゃないですか。だからお返ししないといけないっていう気持ちになるんです。そして体験会でもらった竹刀を家で嬉しそうに子供が触ってる、これを見てやっぱ親は嬉しいわけですよね。そして二つ目の理由っていうのは、そのもらってきた竹刀を子供たちが家でぶん回してるのが目に見えてるからなんです。子供は力余ってます。家でぶん回します。危ない危ない、そんなにやりたきゃ剣道行けば、もうそれが分かってるそうなんですよね。僕は多分こっちの理由の方が大きいと思います。そしてその方が言うには、竹刀をプレゼントする時にもコツがあるそうなんです。それは決して入会してねと言いながら竹刀をプレゼントしないことなんです。言うと逃げます、追うと去ります。入っても入らなくてもどちらでもいいよ、今日来てくれてありがとうねと言いながらプレゼントするのがコツだそうです。そしてただこのままだと縁が切れてしまうので、そこで稽古が行われている様子をインスタや SNS で情報を発信し続けて、定期的に接触して、その子がやりたくなるタイミングで向こうから入会してくれると、こういう仕組みだそうなんです。いや、最初僕はこの話聞いた時にはね、痺れましたね。感激しました。ここまでやるかと。と同時に、やっぱ疑問が湧いてきました。まあ、竹刀プレゼントするにしても、最初のその竹刀代ってどうすんの？お金がないよとか、そんなことやったことないよとか、それプレゼントするのはいいけど、それ入会しなかったら、まるまる持ち出し、大損じゃないとかね、いっぱいいろんな疑問が湧いてきます。やり方、工夫、いろいろできるはずなんです。例えばその最初の竹刀ね、入会したらお金入ってくるの分かるんですけど、その竹刀代がないっていうんだったら、例えば他のスポンサー探すとかね、剣道連盟をお願いするとか、理解のある個人とか先生にお願いする、親御さんお願いするでもいいと思います。入ったら帰ってくるんだからねと思いますし、その竹刀がなければ、新品じゃなければ自分で組んであげて、まあ人には打っちゃダメだけどね、そういうのをあげるとか、竹刀をあげるのは抵抗がある、竹刀は刀だっていう先生にはスポンジでできたトイザラスとかで売ってるじゃない、スポンジの刀あげるでもいいと思います。別に竹刀じゃなくても剣道着袴でもいいわけじゃないですか。それで自分たちの体験会を思い出してみたわけです。比べました。僕たちはゴミ袋とお菓子を配ってました。それまあその時はいいかもしれないんですけども、家に帰ってそのゴミ袋とお菓子見てね、剣道やりたいとはまたならないわけですよね。大事なのは手元に残る体験会を思い出すような一本の竹刀だったんです。今日この動画を見てね、その竹刀プレゼントしてくださいっていう意味じゃないですかね。それはあくまで一例です。工夫次第でここまでできるし、実際やって入会増やしてる道場もありますよっていうただの例です。もし他にうまくいく方法あれば、コメント欄でもぜひぜひぜひ教えてください。じゃあここからですね、テーマが少し変わって、最強チラシの作り方ですね。この剣道のチラシっていうのは基本的にはもう誰も見ないし読まないし電話しようとは思いません。基本的にチラシってそんなもんです。貼ったから来るなんてことはもうほとんどないと思います。そんな中、一人でも二人でもこの連絡取って来てもらうようなチラシの作り方をちょっと考えてみました。ポイントの一つ目としては、チラシのデザインをちょっともう一回見直してみようっていう話です。剣道のチラシってなるとね、やっぱりこういうの多いと思うんです。剣士募集、心と体を鍛えよう、ね、写真なんか入れたりして、裏山剣道教室とか連絡先、先生の名前、なんとか剣道連盟所属とかね、こういうの多いと思うんですけども、これは、親御さんとかこれから入る子供たち目線で何とこれ比べられてるのか、ちょっと他のスポーツとやっぱりいろいろ見比べてるはずなんで、ちょっと見てみたいと思います。例えば水泳ですね。野球、サッカー、テニス、
これ完全にプロデザインですよね。例えば僕知らなかったんですけど、水泳だとしたら、こういうね、水泳教室専門のチラシのデザイン会社っていうのがあって、こういったところがもうガンガン作ってるんですよね。母体がスポーツジムとかそういったところがお金あるから、そういったところとこれがね、比べられるってね、これが現実なんですよ。このね、チラシのデザインからして、ちょっと剣道界は出遅れてると思いましたので、今回プロの方に作ってもらいました。お金払って作ってもらいました。で、このチラシのデータを、この動画の説明欄からダウンロードできるようになってますので、これも自由に使っていただいて大丈夫です。こう写真とかね、この日付とか名前とかもちろん変えないとダメですけども、これ変えて、どうぞどうぞお使いください。ただ注意点としてはですね、このデータが Adobe のイラストレーターっていうソフト、もうプロ用のソフトで作ってますので、これは、ちょっとまあ使える人を探すか、できる人に任せてください。ポイントの二つ目はですね、前半も少し言ったんですけども、チラシの目的を剣士募集、いきなり入会ではなくて、無料体験会に来てもらうっていうことですね。これだけでぐっとハードルが下がります。2ステップにしてください。剣道だけがちょっとまあやってるとこやってると思うんですけども、他のスポーツだともう当たり前のようにやってます。ちょっと見てください。はい、水泳が体験教室やってます。サッカーが体験教室やってます。野球が体験教室やってます。こういうふうに敷居を下げて下げて2ステップにしてください。ポイントの3番目は、このチラシの中でよくある質問っていうのをもう入れ込んでおくっていうことですね。例えば、費用、準備物、場所、時間、そして特に多いのが剣道界でいうと、この防具ですよね。剣道具が何万かかるのってね、めちゃくちゃお金かかるイメージがもうあるので、無料の貸し出し制度があるんであれば入れといたらいいと思います。個人で買うっていうのであれば、例えば3、4万ですよみたいな話を一言入れといた方がいいと思います。ポイントの4番目は、体験会の開催日をしっかり決めるってことです。このチラシで言うと、11月6日、13日、20日、時間は5時から、費用は無料、場所は浦山小学校体育館、そしてその後に、開催日に動きやすい服装、手ぶらでお越しください。ここまで書いてあげないと、人は動きません。いつでもやってます。これが一番ダメなんです。ポイントの5番目は、このチラシの下側見てください。剣道体験会、詳細はこちらって QR コード、連絡先が、こう、ビリッと破って持って帰れるようになってるんですよね。これは、アメリカ式のチラシ、みんなこんな感じです。ガレージセール、求人募集、みんなこういう風に書いて、下破れるように切り目入れて、ペタッと貼ってるんですよ。で、ポイントは、これを1個とか2個自分で先に破っとくんですよ。そして次またそのチラシの前通ったらまた1個こうやって破っとくんです。そうすると、あ、前見た人が、あ、1個減ってるなとか2個減ってるなとかってなって、じゃあ私も入ろうかなっていう風になるわけなんです。ポイントの6番目は、チラシを自宅のプリンタで印刷しないってことなんです。今回、これちょっと印刷見てください。このチラシをネット印刷で100枚作りました。こんな感じです。綺麗でしょ ?100 枚で399円です。今もうこんな時代なんです。家のプリンタで印刷したってインク代安くないでしょ?家のインクジェットでプリントするとこういう感じです。オフセット印刷こういう感じです。ちなみに1000枚印刷したとしても2000円ぐらいです。ポイントの7番目は、こういったチラシを道場単位じゃなくて剣道連盟単位で作るっていう、これも手だと思いました。これ近所の柔道連盟がやってたんですけども、柔道連盟でチラシを作って貼り出します。組織的に貼っていきます。そこに道場が3つ4つ書いてある、こんなイメージですね。これもなかなかやるなと思いました。ポイントの8番目は、体験会に行く理由を書くってことですね。これ見てください。体験会参加者には市内プレゼントっていう風に行くメリットを書いてます。これが体験会に行こうかな、行かないかなってこう悩んでいる人たちの背中を押す一言になるんです。いかがでしたか?まあ、ちょっと極端な例もありましたけども、まだまだ工夫次第ではチラシや体験会で剣道人口をまだまだ増やせるんじゃないかと思ってもらえると嬉しいです。これ別に剣道教室だけじゃなくて、部活動でも同じだと思います。ここまでが前半のチラシ、体験会編です。後半はですね、この仕組みを使ってもっともっとこう加速させるために SNS、ホームページ、このあたりのお話をしたいと思います。今日もご覧いただいてありがとうございました。また2本目でお会いしましょう。でっかい無料カタログは動画の概要欄からどうぞ。
店長インスタもやってるよ。